六六首のエンタメラブへようこそ。六六首のペチとキメロジと長男ヤンキーことサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。ヤクルト3000円注文しました。あら、めっちゃ効くぞこれ。3000円、どんな効果が。乳酸菌白高部でしたっけ。1000円、はいはい、こっちは乳酸菌黒高部。あー、なるほど。はい、あのなんかもう空気が、うん、空気の質を何言ってんだよずっと。というわけで日曜劇場マイファミリー第6話直前考察はい、ということで本日も始まりました、はい、なんか知ってますか、はい、あの二宮さんがやってるジャニのチャンネルの方で二宮さん本人がちょっとマイファミリーの考察動画あげようかなって言ってたみたいですよ。強敵出現だ。ダメですよ。あら、営業妨害。あらあら、本当に。でも考えようによっちゃマジでコラボのチャンスが増えたんじゃないですか。うん、まあ考え、どの考えでもそうだね。どの考えでも確かに全方向それを目指しますけど。なんかね、お声かかればというか、いつでも ねコラボしたいな。そうね、菊池風磨くんと同じ髪色だしな。やってやろう。風磨くんやってやろうか。山田くんと同じ性別だし。性別みんなそうだろ。座敷わらしじゃない。座敷わらしじゃない。なんでだゼカメの雑誌のゼカメの雑誌からしいねえだろ。はい、ということで、ね、どうやってやるのかちょっとわからないけど、ね、絶対に二宮さんはね、犯人を知ってるはずだから。そうだよ。めちゃくちゃ正解出してくるのか、うん、それともまあ解説に近い感じでやってくれるのか、まあ多分そっちだと思うんだけども、うんうん、まあ、それだったらその二宮さんの動画を見て僕らがさらに考察できる、うんうん、まあ、ヒント的なことに、ね、なってくれそうな気もするんで、うん、はい、まあ、主演の方本人もそういうことをやってくれるっていういい時代になりましたね。いや、すごいね、うん、楽しみですね。はい、なので僕らもね、負けじとちょっと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、そんなマイファミリーは毎週日曜夜9時から放送されているドラマでありまして、僕たちの動画その翌日の月曜日に直後考察動画を上げております。そしてその直後考察動画についてコメントをまとめて再考察した直前再考察動画を放送日前々日の金曜日に上げておりますので、こちら3本セットでよろしくお願いいたします。というわけで本日も直前考察張り切ってやっていきたいと思いますが、まあ前回した僕たちの考察あったと思うんですけども、はい、まあ割といいかもねとか、うん、ありそうですねみたいなコメントもあったし、まあここじゃあどういうことなんでしょうかねとか、結構そういう疑問的なのが多かったので、まあそういうのを中心にやってって、まあ、新たな説とかも読んでいきたいと思います、はい、というわけで、まあ、前回直後考察では東堂が5話の別行動のタイミングで妻東堂亜希が柚木の犯人と知り、そこから犯人側に加担し始めたんじゃないかっていう考察をしましたね。うん、うん、まあ詳しくはぜひ見てほしいし、まあ他にもいろいろ考察はしたんですけども、このような考察をした根拠としてですね、5話ラストの犯人からの電話で犯人が5億円はハルトが三輪に貸したものということを知ってたからっていうのが結構根拠に挙げたじゃないですか、うんうん、ね、これを知ってるのはやっぱり三輪、そして三輪の元奥さん、そしてハルト、この3人を除くともう東堂しかいないんじゃないかなということで、うん、まあやっぱり東堂怪しいんじゃない、6話以降犯人側の動きをするんじゃないかみたいな考察をしたんだけども、うんうん、はい、まあそこについて、まあ、疑問的なコメントが届いてるのでちょっと読んでいきたいと思います。いつきまきさん、はるかなオンラインの立脇もハルトの5億円というのが分かっている人物では、あの5億円は会社のお金を持ち出していて、立脇であれば会社の運転資金を把握しているはず、はるかの何かは可能性はありますよね、ということで、まあ確かにその通りだよね、うん、ハルトは会社の口座から引き出したって言ってたので、はい、まあおそらくかな子含めて会社の人は三輪柚月が誘拐されたってとこまで知らないと思うけどもね、うんうん、会社のお金が5億円なくなったっていうのはやっぱりハルト関係で何かあったんじゃないかなって思うのが普通だからね、うん、まあそうだね、うん、やっぱりかな子とか知ってる可能性は全然あるんだろうね、うん、とはいえね、かな子が怪しいかと言われるとね、今のとこ怪しい点はないからね、ないね、うん、まあこの辺が難しいとこではあるのかなということで、さらにですね、そもそもこれが東堂の関与の根拠にはならないんじゃないかなっていうコメントも届きまして、神楽龍さん、犯人がハルトが三輪に金を貸したことを知っていたという件については、もともと俺の金だといった発言からシンプルに金を借りたんだなと犯人が察しただけのような気もということで、うん、ああそういうことか。そう、まあここに関してはまあ僕もねちょっと疑問に思ってて、3人で話した部分もあるんだけども、まあ確かにあそこをちゃんと見るとですね、いきなり犯人側から三輪は絶対返しますよって言ったわけではなくて、うん、ハルトがその直前にいやそもそも俺の金だろって言ったから、うん、それに対して言ってるんだよね。なるほどなるほど、うん、だから確かにそこで起点を聞かして、あハルトがお金を貸し
したんだ、じゃあ絶対見ようは返しますよっていう発言をしたっていうのも全然考察はできるんだよね、やっぱり。まあそうだね、うん、どうなんだろうね、この可能性もあるのかね。まあ、あるとは思うけども、うん、あの会話のスピード感が、そうなんだ、そうなんだよ、事前に知ってて、うん、言ってる感じはあった。そうなんだよね、うん、まああの声をね絶対に変えてるとは思うんだけども、まあどういう方法かってまだ描かれてはないのか。まあそうだね、うん、まああれがねマイクを通して普通に声が変わってるとかならば、あのなんだろう、テンポ感、うん、でいける可能性もゼロではないんだけども、うん、確かにちょっと難しい気もするんだよな。そうだね、多分タイピングとかそっち系だよね。ね、うん、そっち系だとすると余計に難しい気はするよね、うん、うん、なのでまあまだやっぱり東堂がここを根拠に絶対に怪しいっていうのはちょっと早いのかなっていう感じはするかな。まあ、そうか、うん、はい。まあ一方ですね、まあ別のところで東堂の怪しさを押すコメントっていうのもありまして、ゆきさん、4人が誘拐犯にゆずきちゃんの居場所を問いただして返答を待っている時に、東堂以外の3人はスマホを見ていたのに東堂だけ別の方向を向いてたのが気になりましたということで、結構このコメントが多くてですね、うん、中にはですね、もはや他の方向を向いてうなずいてるんじゃないかみたいな考察もあったんだけども、うん、まあ確認したところうなずいてるようには見えなかったかな。うん、まあただこの最初のコメントで言ってるように、東堂以外の3人は結構必死にねスマホに向かっていろいろ問いかけてるんだけども、なぜか東堂だけ別の方向を向いてるんだよね。まあ普通にね周囲に犯人がいそうだから探してた可能性もあるけど、そうそうそう、全然アイコンタクトしてた可能性は、なるほど、もうあるってことか。あるっていうことだね。なるほどね、ちょっと後ろ姿だったからね、その表情とかも見えないから、まあ難しい考察にはなるんだけど、もう一つ言えるのは、これだと僕らの考察の、まあ、別行動の際に妻の関与を知ってしまった説っていうのはちょっとなくなるってことだね。あ、そうだね、うん、もうもともと東堂は柚木誘拐に加担してるっていうことにはなるからね、うんうんはいはい、でちょっと思い出してほしいんだけども、前回僕らはさらに東堂は暴露本を出したから、うん、まあ友果誘拐に関与してる可能性はやっぱりないんじゃないかなとはしたけども、うんうん、まあこの説だと柚木に関してはあるのかなっていう説だから、うん、トモカとユズキの誘拐って1年間があるわけだからね、うんはい、トモカの誘拐暴露本を出す、その後に東堂が加担するようになったっていうのはまだありそうな気がしてくるね。あ、まあそうだね、うん、そこで同じような誘拐をすれば炙り出せるっていうのに、うん、そこで気づいたっていう感じっぽいよね。あ、まあ、あるな、それも。そうなんだよ。まあその炙り出しになると、やっぱり秋がそういうことをしてるから、じゃあ自分もしようかってなったっていう感じなのかな。うん、ああ、そうか。うん。やっぱり秋が間にいる可能性はかなり高そうだ、ね。高い、うん。うん。まあこれがね、秋が関係ないってなると、じゃあ誰とアイコンタクトしてたんだってことになって、うん、まあなんか真犯人に脅されてたとか、まあ別の考察にもなる気はするんだけども、うん、まあやっぱり実行犯的な位置には秋がいる気はしてくるよね。そうね、うんうん、でこっからはですね、再三話題になってる小春の呼び方問題ですね。出たよ。まあ、4話の時点からね結構コメントがあって、うん、5話直後でもかなりコメントがあったので、ちょっとここ触れていきたいと思います。コージーさん、カツラギと東堂が立ち食いそば屋で話をしていた時に、東堂が小春のことを小春さんって言ってるのが気になりましたということで、うん、まあ他にもねこういうコメントが結構来ておりまして、うん、まあ要はですね、カツラギと話す時だけ東堂が小春さんと呼ぶ違和感みたいなことを結構言ってる方がいるんだよね、うんうん、まあこっから考察がいろいろ広がっておりまして、カズチャンネルさんとかは、東堂いつきがカツラギの前で小春さんって言ってたのがどうも気になって、カツラギと東堂あきが元夫婦でいつきと再婚していませんかね、だからカツラギも小春さん事件を諦めず、いつきは実の父の前ではさん付けなんじゃないかなみたいな、あーなるほど、コメントが来てるんですよね。カツラギさん、そうなんですよ。そう、これまあ他の人も言ってるんだけども、カツラギが東堂あきの元旦那で、まあ小春の実の父親なんじゃないかって説だね。ああなるほどね。うん、そっか。まあそれだったらカツラギがあそこまで必死なのも、まあそうなんだよね、説明はついてくるのかね。そうそう、確かにね、必死感で言うと説明はつくんだけども、うん、まあそれが親としての必死感なのかと言われると、やっぱり疑問は残る気もするよね。まあそうだね、うん、なんか警察のプライドとか、なんか自分のプライドでそれをやってる気がするんだよね。うん、なんか娘のためにパパとしてっていう感じは正直しない気もするじゃん。そうだね、まあだからここもね、結構こういうコメントがあるんだけども、カツラギがその小春
ちゃんと警察官として以外の関係があるっていう可能性がどこまであるのかっていうのはすごく難しいよね。うん、確かにな。でまあね、もちろんこの可能性も大いにあるとは思うんだけども、まあ4話5話の小春関係の会話のシーンをちょっとまとめてみるとですね、まあ4話で東堂葛城の2人のシーンあったと思うんだけども、ここに関しては東堂だけが小春ちゃんってここでは言ってるんだよね。はい、うん、葛城はここで、まあ、小春の名前を出すことはなかったんだけども、うん、でまあちなみにその後にね、ハルトに自分が父親だと打ち明ける場面も小春ちゃんだったんだよね。ちゃん、うん、ただ5話の東堂と葛城がね、そばを食ってるシーン、うん、まああそこでは2人とも小春さんに変わってたわけなんだよね。はい、うん、まあね、ここでやっぱりちゃんからさんに変わった違和感とか、まあその辺もコメントでは来てるんだけども、うんうんうん、まあ僕個人の見解としてはですね、5話で葛城が先に小春さんって言ってるんだよね。はいはい、うん、でそれに対して東堂も小春さんって言ってるから、うんうん、まあ、そこは合わせていった可能性っていうのは全然ある気はするんだよね。うんうんうん、なんか4話よりもより元警察として聞かれてる感じがしたんだよね。あ、まあそうだね、うん、まあ、捜査の一環というか、ね、はいはい、まあ、だからここは葛城に合わせて自分の娘でもさんって言った可能性はある気はするんだよね。うんうん、でちなみに葛城に関しては友果の時も友果さんって言ってたから、あ、そうだそうだ、うん、葛城のさん呼びって言うほど違和感はない気もするんだよね。うんうん、まあそうだね、仕事上というか、そうそうそう、ああいうなんだろう、あんまり感情の見えない人って、うん、どんな小さい子でもさんとか言いそうじゃん。言いそう、言いそうだね、うん、なんかその感じも含めて意外に葛城のさん呼びっていうのは気にしなくてもいい気もしてるかな。まあそうだね、うん、ここからね、犬とかも犬さんとか言い出したらちょっと気にはする、ね、犬さんすごいな、もう変人ですよ。ワンさん、ワンさん中国の方ですか。まあとはいえね、東堂の自分の娘へのさん付け、そしてちゃん付け、うん、っていうのはやっぱりちょっと違和感は残る気はするよね。ここは気になるね、気になるね、あえてだと思いますよ、ね、そうだよね、うんうん、だからまあ過去にも東堂亜希とは再婚なんじゃないかみたいな説も出して、うんうん、ただね、もっと考察が来てるんですよ。あったあった。 T ちゃんさん、やはり東堂家はファミリーではないように思う。葛城が東堂と二人きりのシーンで東堂に東堂小春さん事件と言うし、娘が誘拐された父親になんかネタ掴んだらなんてデリカシーのない言葉をかけるのも変な感じだ、うん、小春ちゃんの安否が分からず未解決ということで犯人を欺くために身代金受け渡しの父親役を演じた東堂が秋の旦那という設定を続けているのではないかと思う。つまり東堂家は警察によって作られた偽ファミリーかな、はあ、ということで、おもろいね。僕らは再婚とかね、うん、まあそこまで小春ちゃんと関係性がないからちゃんとかで呼んでるんじゃないかって考察はしたけども、うん、もはや演じてただけ、ちょっと潜入捜査的な、なるほどね、に近いね。おもろいじゃん、それ。じゃあその役に入り込むためにデスクに写真を置いてあるから、そうか、確かに、もう抜かりないように、いや、そういうことになるんだよな、意識するために。あ、そうそうそう、まあね、犯人からの要求がね、夫婦で5億円を移動させろ、で秋には現在旦那さんがいませんみたいな状況だったら、うん、やっぱ警察官である東堂が夫役を演じるっていう可能性もゼロではない気はするんだよね。そうなると犯人は東堂家をそこまで把握してなくて狙ったっていう、なんかたまたま、そうなんだよ、そうなんだよ、なっちゃう、そうなるんだよね、秋を狙ったみたいな方が正しいのかな。そうだね、確かにね、この説ってすごく面白いし、うんうん、まあ葛城がね、なんかネタ掴んだら俺に言えよみたいな、ああいう発言も捜査の一環だったからそういう発言が出てくるっていうのもすごく納得はいくんだけども、うんうん、まあ、やっぱり疑問は残って東堂なんだよね、秋も小春も。まあそうだね、うん、確かに、まあ相関図上そうなってるし、うん、葛城もそう呼んでるから、まあそういう可能性が高いってなると、その演技なのになんで東堂になってるんだっていう感じはするよね。いや、そうだよね、うん、東堂いつきは絶対東堂だから、名字は、うん、うん、そうだそうだ、なんか全てが念入りすぎないかなっていう。いや、まあそうだね、うん、まあ、でも劇中の中で、うん、東堂秋、東堂小春のことを呼んでるのって一応今のところ葛城しかいないわけだから、そうだね、そうそうそう、いつきとの間でそう呼ぶように二人で決めてるみたいなところはあるかもしれないよね。そう、うん、ね、あくまでも警察が捜査として東堂って呼んでるだけで、うん、まあね、相関図に東堂って書いてあるから、まあでも、ま、ちょっとせこい気はするけども、まあ、ね、まあ、ギリでも、まあ、ギリだよね、オッケーじゃないかな、実はこれは東堂じゃなく〇〇秋に変わるとか、うん、そういう可能性もある気はするから、
うん、そうだね、うん、全然この説もゼロではない気がするよね。あ、そうだね、うん、はい、ということで、まあ東堂周りがやっぱり考察の中心にはなるかなという感じで、うん、はい、でここからはですね、まあ6話の展開予想といいますか、うん、まあ阿久津美咲が誘拐されたということで、うん、まあその辺をちょっと語って終わりたいと思いますが、ポイントはやっぱり東堂小春と阿久津美咲の関係性、うんうん、もっと言うと東堂家と阿久津家の関係性っていうのがやっぱり重要にはなってくるのかなと思ってて、うんうん、まあ5話でね、美咲が小春ちゃんというフォルダをね、何か開けようとしてた、うん、まあ不穏な空気で何かしようとしてたっていうのがあるのでね、うん、まああれは美咲は何か知ってるのかな的な考察も結構あったんだけども、はい、あのミンさんからのコメントでですね、考察でなくちょっと疑問なんですけど、小春ちゃん事件は現在も報道協定で情報統制されていると東堂が話していたので、美咲は小春が誘拐されてるってことは今も知らないってことですよね。学校側が何と説明してるかはわからないけど、仲良しだった子が突然学校に来ない、連絡も取れない状態ってことですよね。美咲はずっと小春がいなくなったことを不審に思っていて、今回の友果の誘拐があったことで、もしかしたら小春ちゃんも誘拐かもと思い始めたのかなということで、ね、考察じゃないんですけどって言いながらちゃんと鋭い考察には俺には見えるんですけど、まさにね、美咲ちゃんがまあ小春ちゃんのフォルダを何かしようとしてたのは、もう5年も小春ちゃんに会ってないなとか、なんか急に学校来なくなったなっていう疑問があるから、もしかして小春ちゃんも誘拐なんじゃないって気づき出した、はいはい、そうだね、そうか、っていうシーンなんじゃないかなっていうことですね。そうね、うん、ということでですね、まあこの辺はね、こういう想像がつくかなっていう感じなんですけども、うん、まあやっぱり誘拐犯が美咲を狙った意図とか、うん、その辺はね、考察コメントもほとんどなくてですね、まあ、やっぱりここって美咲の誘拐犯が誰っていうのも、まあ、当然のことながら分かんないし、はい、まあ、さらに、まあ、今4つ目の誘拐が起きてるわけだから、うん、その中のどれと同一犯なのかとか、うん、ちょっと分かんない要素が多分多すぎて、ね、ちょっと考察まで行ってないのかなって感じはするかな、うん、まあね、とにかく前回の考察も含めて6話の東堂の動きっていうのはかなり注目しといた方がいいし、うん、まああとはね、5話の終わりなんで今、うん、正直ドラマの終盤ってマジで一番分かんない時だから、うんうんうん、一番謎をばらまいて6話7話あたりからやっと回収しだすっていう、はい、一番難しいタイミングなんでね、うん、まあおそらく秋出るでしょう、出るかな、6話で、うん、そうだね、確かに僕の予想だと春人のね、なんではやっぱり東堂樹だと思うんだよね。あ、いや、そうね、うん、で樹がそこで東堂樹の存在も説明して、まあ東堂夫妻が揃うんじゃないかみたいな事情を説明する、そう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 、そういう考察ではあるんだけども、はい、まあその後ね、本当の犯人っていうのが出てくる気がするから、はい、まあ、そうなったらそこの考察をより深くやっていきたいと思います、はい、はい、ということでこのタイミングでしかできない妄想ありありのコメントもね、全然待っておりますので、うん、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで僕たちは他にもいろいろ活動してますドンということで、たくさんの考察しております、ぜひとも見ていただけると思います。というわけでリアルタイム放送でまたお会いしましょう。以上六六組でした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいななんて思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後にキメロジェ、阿久津がみんなに隠してたしょうもない秘密とは何。実は阿久津の目はレシック。違います、ないと思う。待って、何も言ってないね。どうぞ。ベーシックなのかなって思っちゃう。あ、そういうこと。もういいんじゃないこれ。あ、すいません。なんて言おうとしよう。え、なんて言おうとしよう。え、マイボス号29,800円っていう。あ、どっちでもよかった。